はいどうも、アイランドです。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ早速、はい、本日の企画いっちゃいましょう。はい。本日の企画、チャクラ開いてるか検証しろー。すっごいの来たねいや、ほんまにすごい、はい、いや、マジですごいね、これ。ただこの動画、肩噛むなとはちょっと違う。まあまあ、確かにちゃうな、ちょっとな。医療的なものです、うん、ロシアの医療らしいです、うん、へえ。そう、ちょっと具体的に説明したら、はい、人間ってチャクラがあるらしい、ね、これナルトとかでもあるやん。さっき翔太が言ったようにロシアの、医療で科学的に開いとうかどうかっていうのが分かるサロンに来ております。そうです。だからその今回僕と翔太がチャクラが開いてるかどうかっていうのをちょっと調べてもらおうかな思っております。その名もイメディスと言います。これなんか実際の問診票なんだけど、何が調べてんのってチャクラだけじゃないんですよ、うんうんうん、だからチャクラが主体じゃなくて、うん、なんか腸内環境とかストレスの状態、うん、で消化体とか、おで、まあ、もうほんま健康診断で調べれるようなものを調べる、うん、肝臓とか。で今翔太がさこうやって言っても多分分からへんと思うから、実際に先生ちょっと読んで、はい、でどういうあのロジックでそんな分かるかっていうのを質問していこう、はい、ちょ先生読んでいこう。はい、はい、鍼灸院ウィルの真柴先生です。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。先生は普段は鍼灸師もされてるんですよね。そうですね、まあ、今はあんま施術はちょっともう従業員の子がやってくれてて、僕こっちばっかりなんですけど、もういいですね、はい、気になったことがあったんですけど、はい、人間って振動でできてるっていうふうにちょっと聞いて、はい、例えばもう手とかも。そうです、もう全てのものには固有の周波数があるので、はい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 、例えばこう調べる項目でいうと腸内細菌には腸内細菌の振動子があったりとか、はい、で栄養のところでいうとビタミンはもう A とか B1 とか細かく見ていくんですけども、はい、それも全部固有の周波数があるので、はい、それをこうもうちょっと機械がね、あのロシアの機械なんですけども、うんうん、もう人体実験で全部組み込まれてるんですよ、うんうんうん、それをこう体のやつ、今の体の状態と照らし合わせて見ていくっていう感じ。ああ、なるほど、うん、僕一番ちょっと気になったのがやっぱチャクラっていうところがめっちゃ気になったんですよ、はい、でそのチャクラを調べれるっていう、この科学的にチャクラを調べれるっていうんですけど、なんかチャクラスピリチュアルな感じのイメージなんですよね、はい、だからなんか怪しいなとか思う人が多分いてると思うんですよ、はい、だからそういうところでなんでチャクラが開いとうか分かる、このなんでこれを使えば分かるっていうのを教えてほしいです。人の体にチャクラってこう7番まであって、はい、第1チャクラから第7チャクラってあるんですけども、はい、チャクラにもこう固有の周波数があるんですよね、うん、それを調べていって、はい、でそこのチャクラが空いてるかどうかっていうのをチェックしていくという感じで、うんうんうん、そこも周波数が合ってればこのチャクラ開いてるよっていうのってことですね。なるほどなるほど、じゃあ実際にちょっとやっていく、うん、もうそれではチャクラ開いてるかどうか検証していきましょ。分かって、多分それ溜まってると思うね。5段階のうちどれぐらいか、5段階の5なんでマックスですね。ストレス溜まってまる、やっぱりやっぱりそうやもん。ストレスのタンクになるところがあって、はい、脳の消化体ってところなんですけど、はい、それに5分の5なんで満タン溜まってると。ストレスが、はい、もうだから余裕がない状態なんですね。やっぱり、僕そうなんですよ今。そう、ストレスフルの状態で、そのストレスがじゃあ体に影響してるかっていうところなんですけども、はい、体への影響度合いっていうのを見ていくと、体への影響度合いもめちゃめちゃ高い。ベリー入ってなくてね、マックスストレス溜まってんなと思ってたもん、ほんまに。だから今だとマッサージ行ったりしても、なんか力抜いてくださいねよって言っても抜けないとか、常に戦ってる状態なんですよ。でそれがまあ例えばこう日常生活のお仕事のこととか、はい、プライベートのことだけなら、私もなんかご自身で気づいてない過去のトラウマとか、うん、人からの妬み恨み嫉妬執着、そういうのがないかっていうのがありますね。トラウマみたいなやつなんですけども、ありますね。あ、それ、あれちょっと、あの僕、幼馴染のことかもしれない。ちょっと待ってくださいね。カミングアウト来た。フィメール、メールとなって、メールがね、相手男性。あ、はい。が、まあ、今何も思ってなくても、はい、なんか過去。はい。
なんかそういうちょっとこう執着とか、はいはい、なんか揉めたりとかして、はい、なんかストレスになってたんですね、それは。はいはいはい、でそれが今なんか頭の中のどっか思ってるんですよ、はい、でそれがストレスのタンク故障中みたいになって、はい、ストレスのなんかコントロール効いてないんですよ。ああ、はい、そうですね。え、これが原因で僕がストレスフルなんですか？そうえそれだけじゃないけどね。あ、それだけじゃないですか。でもこれは1個大きい原因。ちなみになんですけど、これストレスフルじゃないですか、はい、分かるだけですか、それともその、なんていうんですか、ストレスを解消できることもしてくるんですか？もできます。おお、ありがとうございます。失礼します。今日からストレスフリーでもあれですよ、じゃあ解消はできるけども、また日々の生活の中で多分溜まってくるから、うまくやっぱコントロールをしていかんとね。なるほど。次、チャクラ、エネルギーの出入り口なんですけども、どれぐらい空いてるかって言うんですけどね。おっ、6番、6番、最弱じゃん。おお、7番は閉じてる。7番は閉じてる。でも6番までは空いてるので。空いてるんですよ、6番まで空いてます。空いてる、うん、それってどうなんですか？いや、いい方ですよ。だから4番とか5番ぐらいまで。へ、ちなみに先生は一応7番まで。しっぱ、彼女も7番まで。しっぱ、でもね、これもね、もともと空いてたんじゃなくて、だんだん空くようになっていくんですよ。空いたり閉じたりするとこもある。はい、見開いた感じするんですけど、もう一回やってますよ。7番5番からいていきますね。5番、6番、7番は何なんですか？それ4番がさっきのハートチャクラの人間関係の愛とかなんですよね。で、5番のところが喉のところのチャクラで、コミュニケーション能力、うん、なんか人と会話したりとか、思ったことを口にしたりもできますよっていう方なので、ロシアとかだとこの5番が空いてるかどうかを仕事の採用基準にする。仕事できる人、うん、でさらにその6番も空いてて、おでこのとこも違う。第3番で直感、うん、なんかこれとこれどっちがいいかなと、こっち行ってだから、あー、分かるわ。か直感がいいみたいな、勘がいいみたいな感じで、さらにその7番が空いてあって、7番が頭のてっぺんで宇宙との交信みたいな、ちょっとスピリチュアルな方、うん、そういうことなんか見えるとか感じる方とかいらっしゃるんですけども、今ね、その脳のところに変な男性の面がついてるんですよ、うんうんうん、もしかしたらこれ外れたらチャクラ7番も空いてくるから。ああ、なるほど。マジで取り外した。そんなくなったら宇宙、宇宙人や。いや、7番空いてるところだったらほんまめっちゃ強いんですよ。引き寄せもめっちゃ強くなるし、いろんなことがうまくいきやすい。6、5、7、すごーい。え、これすごいですね。解放しますね。そう、先生、今あれですよ、信じたくなかったっすね。いやいやいや、ここでバトルが行われるようにちゃんとしとかなあかんなと。ああ、7番空いてる。これってちなみになんですけど、こういう感じで空いてる人って、一発目から空いてる人って少ないですか？ね、うん、少ないですよ。7番とかはほんまに1割とか、はいはい、そういうぐらいなので。心の、あー、ちょっと6は何人だ。そうだね、あのね、こうチャクラを後ろにみんなマウント取るんですよ。でしょ、でしょ、そういう出してきます。頑張って7開き。はい、ということでチャクラどんぐらい空いてるか検証しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、俺6、ちなみにね。ちなみに7個中6ってこと。7個中6、6空いてたってことですね、うん、で、翔太が僕7個中ちょっと残念ながら7空いてます。いや、残念ながらっていうよりこれカメラ回ってないけど、あの、なんていうの、もう見下してるか、俺のこと。6の人黙ってとか、そんなんは全然思ってないんで。平和な心持ってるんだ、7は。ちょっと待って、あれ、今動画の中でブランディングしろって。どう見られるかっていうのやってる。めちゃめちゃ喜んでましたけど。いや、ほんまに。めっちゃ聞きたいことが何個かあって、で、総括的に言ったら、ストレスがすごい高まってるから、それを治すために、こういう砂糖をもらったんですよ。砂糖玉で、海外ではレメディーとか言うんですけども、はい、もうそれ周波数を浴びせてって、はい、で、体を整えるみたいな感じです。うんうんうん、
僕6個まで開いとったよね。7個を開くためにはなんかもう昔の念があると、トラウマを取っ払わんかったら自分の人生開花できひんわってこう受ける前に思っとったから、まさにぴったし当たって、でこれを念を取るためにちょっとこれを1日かけて食べるっていうようなことをして、実際どうなるかっていうのをちょっと試していきたいなと思います。数値的に良かったら、あ、これ病院行った方がいいですよとかって言うんですか。そういうパターンもあるし、もう病院行かなくても改善できるっていうのも結構あるんですよ。基本的にも今の、ね、自分の食生活と生活習慣でほぼほぼ決まってるん でそこ改善したら基本的に数値下がっていく。なので、まあ、病院に行かずとも改善する。なるほど。体質改善で改善するみたいな。体悪かったらパフォーマンス下がるっすね。下がります、下がります。でもチャクラ開いてますね。そう、でも、はい、だからこれでね、体と体質改善して良くなったら、はい、すごいんじゃないですか。あえ、でもほんまにすごくなるかもしれないですね。なるほどなるほど喜びすぎて視界は広げられない。僕は逆にあれですよね。この念とか。念を取ってもうバーン行くんじゃないですか。ああ、なるほど。ちょっとほんまに次もう一回取りたい。僕ほんまにその先生が言ったトラウマって言われた瞬間にバーン一個しかないわと思ったんですよ。もうそれしかなかったんで。で実際にちょっと動画撮ってないんだけど、この器みたいなって、で僕がそのトラウマになってることを書いたんですよ。で書いたらその G も周波数が出るんですよね。そうそう、書いた G に周波数が出る。でこれ受け皿かな。で紙があって、これ乗してない時は反応せん、乗した瞬間反応するっていう。今日僕がこれやった時に自覚症状と結構ぴったしやったんですよ。だからめっちゃ、あ、なんていうんですか、信じれたというか、ね、そうそう、なんかここ1週間に言ってたことがぴったり山下ハマっとったんですね、うん、睡眠のこととか、うん、おなら臭いとか、うん、おなら臭いは言うてなかったよえ、それは言ってなかったの。おなら臭いは、うん、あの僕が7で感じ取ったままなんですけど、全てそれでいけるやんいやでも当てはまっとんのがすごかった、うん、確かにだったな。先生でも今日はありがとうございました。いいよ、面白かった、ありがとうございました。今後この結果踏まえて次取ってどんな体調になったんかっていうのをまた先生ちょっとお願いします。わかりました、お願いします。はい、ということでこの動画いいと思った方、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日も一日じゃねー。 Shine